日本四国地方徳島県徳島市幸い町幸い町は徳島県徳島市の町名内町地区に属している幸い町1丁目から幸い町3丁目までがある郵便番号は郵便番号770-08472009年12月徳島市の調査より徳島市の中心駅徳島駅の南東内町地区の南部に位置している 西の富田橋通りと東の麦線に挟まれた南北に細長い町で北から1から3丁目が並ぶ。北は道を挟んで寺島本町東と接し、南は新町側に面している。1丁目は国道192号が東西に貫いておりオフィス街となっている。2丁目から3丁目北部にかけては徳島市役所を中心に 徳島市民活力開発センターや徳島、税務署等の徳島市の公共施設が集中している。三丁目南部の新町川菓市は、中洲総合水産市場や、住宅街である。毎年お盆の阿波踊りの時期には、徳島市役所前に、市役所前演舞場が設営され、多くの観光客で賑わう。江戸時代は、武家地で、現一丁目には、稲田屋敷、 現二丁目と三丁目北部には、菓島屋敷があった。その南の三丁目の大半は、新町川の河道だった。ただし、現在は一町公園付近の、富田橋通り沿いには、除人神県から移された魚屋が並ぶ町があった。後のうち魚町である。1675年頃には、魚の店、または、魚の棚、1810年頃には、魚町と呼ばれた。 酒井出身の酒井や畑与兵の店があったため、酒井町、あるいはその他に種目町、竹屋の浜とも呼ばれた。藩から許可を受けた、千倍商人の町で、武家向けの魚を売っていた。一方、町人向けの魚は、新町の新魚町だった。明治期にはとなった。かつては、東は寺島側に面していた。稲田屋敷と賀島屋敷の間にかかる市橋は、 寺島川両岸を結び、江戸時代には、徳島城の和紙の門に通じていた、交通の要所だった。1961年、寺島川は埋め立てられ徳島橋は撤去され、変わって、そのやや北に建設された幸町立体交差が、東西の交通路となった。同年9月の第二室戸台風の水害でこの、アンダーパスは水没した。と、福島ホール一般国道徳島バス。 徳島シエーバス、ありがとうございます。